夫など4人の男性に青酸化合物を飲ませて、うち3人を殺害した罪に問われ、1審と2審で死刑を言い渡された筧千佐子被告について、最高裁は被告の上告を棄却しました。これで筧被告の死刑が確定します。最高裁は判決で、猛毒を入れたカプセルを服用させたのは計画的かつ巧妙であり、強固な殺意に基づく冷酷なものであると指摘しました。